友よ、ここに至るまでその手でいかなる時代を作ってきたのか、それを世に教えてくれ。さあ購買よ、時代をかけし者の力、見極め伝えてくれ。思い出しちゃうぞ。やすきこと、ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。卑弥呼様と足利さんにお願いされちゃいました。だからあなたを見極めます。いい人か悪い人か、どうぞ来てください。女性、無駄には動かん。共にが最低限の動き方を教えてくれたんでね。将軍の座を降りたことすら道楽に過ぎない。恥ずくし聞いても怒らねえ。あの人は気さくでね。お前さん、眠気覚ましならいい鉄球がある。私も尻もちついちゃいました。私、なんだか大人気ですよ。義経様、それがしの粉塵ぶりをご承諾くださりませ。義経様おっしゃった通りだ。熱くたぎってる奴がいた。やがて来たる熱き時代、吹く風となり望むがまま遊ぶがいい。もう疲れちゃいました。わかりました。私はそれを伝えに行きます。ギョンギョンと飛んでいきますよ。えい。まずい、このまま伝令されては警戒を強められてしまいますぞ。やはり反逆者が来たって品がない。本陣にてまとう。さあ来い友よ。Yeah!
か。ここからだとまだ私の声は届きませんね。あれだけ暴れてもびくともしねえ。なんて頑丈な手立てだ。今日の勘兵衛さんは一足違う。いつもと同じか。うぅ、伝えなきゃ。幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。貴様の情報、帝への布石にもできよう。見極めておいて無駄はなかろう。滅ぶがいい。万能なる血の前に一輪は陰らせぬ。断じて。あのな、小生だってな。小生だってな。二輝輪よ、貴様、我が思った以上の駒であったか。報告はしよう。形ばかりであろうと。皆の者、足利様はお喜びである。世の眼をくらませてみよう、あらたかなる者たちよ。主人公、見たか。さて、いかなる友と出会えるものかな。無敵に立ち向かうは勇気か。敵中いたそう。この枷の鍵を持ってるわけないよな。無敵に立ち向かうは勇気か。いだ、無謀だ。感謝せよ、義輝様が機械を授けてくださったのだ。これで情報を秘匿できる。全ては我が万丈の。俺は無敵の名を得た。剣帝に挑むだけの資格あり。と見受けたす。体がほぐれたか。汗で肩こりがひどくてね。こりゃ本格的に月が回ってきたぞ、お前さんたち。皆の熱、この義輝、しかと感じているぞ。皆が守りたいのは足利将軍家の門であろう。それもまた欲の熱、望むままにいたせ。よい。我らは足利だ。
ことは比べ物にもならん。この日の本は幾度となく繰り返されし選定の儀。いざ問わん、そなたは誠の主なりや。そなたが帝にもたらす、私はそれを見極めねばなりません。あのお方は底なしの器よ。それゆえに満たされはせん。頼む、お前さんの神速の技でこの火星をぶっ壊してくれ。そなたは本心にそれを望んでいますか。帝の御意ではまだ落ちる。我に天意あら。ユーソ猫を噛むって知ってるか。創世アナグラのネズミと修行をしたんだよ。貧弱だなお前さんたち。アナグラ掘りに来るか。波紋にして公務増長をつく。願わくばあなたが帝を満たせし者であらんこと。かの者の魂しかと見極めました。わけないし、ここで勝ってるの？プレイタイム。調整はな、不死身なんだよ。そう燃えたぎれ友よ。その熱風が世をさらなる高みへと吹き上げる。足利家臣一同よ、祖先の英霊と共に進め。承知。日の目を見れるんじゃ。打ちのめす。将軍を辞すると宣言された以上、ヨシテル様こそ最強の足軽よ。帝よ、かの者の魂は私を。我ら官軍を打ち果たそうなどと、己ら不敬であるぞ。王鵬良き試合であった。褒めて使わす。創世の秘めたる力の片鱗の一部見たか。そうだな、この戦ではあの技を試すとするか。過失な呼びもつかぬほどの乱を頼むぞ友よ。見せ場はこれから。世が望むは人々が限ろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、
今こそ創世の時。世の勾配を全て打ち進んだはその方だな。いいな。これはいい。世はここまでだ。友よ、人々を導け、新しい世界へと。主人公、俺は無敵の名を得かれ継ぐ。主人公、小生に負けるとよっぽど月がなかったなかった。いや、小生が月を使い切ってしまったのか。